ピン芸人のヒロ奥村です。お願いします。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかあのね、ちょっと噂で聞いたんだけど、何でしょう、錦鯉っていう人知ってる？いや、そんな、そんなに遠くなりましたか？そんな人いたっけ？もうね、なんかいよいよ僕が出ても、はい、今回奥村さんですねがなくなってきましてね。もうあの当然のように、はい、あのここに、はい、あのレギュラーの奥村さんで、もう正則さん出る時はプレミア会みたいになってきてますけど、一生懸命頑張ります。ありがとうございます。だいぶ馴染んでいただきました。さあ今日はですね、占いワイドショー。はい、失言が続く森喜朗会長、日本にどんな影響を与えるでございます。はい、はい、女性差別とも取れる発言で、世界のメディアから批判されている森会長、また同時期に発言したどんな状況でも五輪は必ず開催するという言葉にも批判の声が上がっています。さあ、この会長の考えや発言、日本に一体どんな影響を与えるかどうかというのを占っていただきたく、はい、お願いいたします。この手の時事問題やるときには、はい、私個人の考えはとりあえず置いといてですよね、はい、で占いの結果だけを回って伝えするよという形になっておりますと、うん、はい、でまあニュースで見てると今の発言2つありましたけど、はい、あとなんか聖火ランナーもありましたね、そうコロナの影響あるから、はい、人のいない田んぼの中でも走らせとけみたいなことを言ってですね、びっくりしましたね、ね、すごいこと言うなってね、はい、まあありましたけれども、まあ今言いましたように私の主観は置いといて、はい、とりあえず、駅を立ててみました。はい、はい、こんな感じでございます。言わずと知れた断益でございますけれども、例えば私が誰かから依頼されたとかね、要するにご本人から私を見てって言われたとか、そういうその知り合いとかを占ったんではなくって、いわゆる私から見て赤の他人を占う時っていうのは、はい、この占いではこの O という文字のついてる部分がその、見ようとする赤の他人を表すことになるわけなんです、はい、で断益知ってる方はお見てお分かりだと思いますが、一応6人というか6つその関係者とか関係するものがずらっとここにあるんですけども、O だけがこういうカッコマークというかこういうのがついてですね、まあ、動いてるぞと、あ、だからこの人なんかやらかしたんだなっていうのがここに現れてるぞっていうふうになっておりまして、で、まあ、ごちゃごちゃいろんな線が書いてありますが、まあ、もちろん失言でもあるし非難されるべきっていうのは毛がまあ確かにそう言ってるんですが、じゃあこれで完全に引退します引っ込みますというかっていうと、まだ引っ込まないという毛になっているわけなんですね。ここに絶所法制と書きましたけれども、はい、いっぺん耐えたけどまた生まれるよみたいな件になっていますので、とりあえずちょっと自粛というか、まあ、少し反省のいい態度を示すかもしれませんが、その後にねご本人が出てくるというよりはやはりご本人を担ぎ出している方がいるみたいで、そういう人たちの指示によってまた出るみたいな感じという状態の毛なんですよ。はいはいはい、うん、ですからこれを最後にという形ではないと思います。ただ一平それに近いね、ゼロ化するよっていうのはあるけども、それでおしまいじゃないよという毛になっていて、はい、でただ今回のテーマは、うん、そのね、森さんの発言とか森さんがうんぬんじゃなくって、日本にどんな影響を与えますかなんですけど、そうですね、ここの日本っていうのはその背っていうこれがついてるのがね、まあ、私も含んでの日本国ですので、はいはい、我々っていうここを見た時にほぼ何の影響も受けてないですね。結局はまたかってことで終わりっていうような状態だと思いますのでね、うん、まあですからこの場合は、まあ騒ぎとしては確かにここにガラッと大騒ぎがありますが、はい、まあ悪い意味で、ああ、いつものことねみたいな感じでスルーしてしまうのではないかなという読みでございます。はい、でね、ちょっと、まあ、これ今断益の予想としてはこんなもんなんですが、はい、前回もというか先週あたりも、ね、ちょっとご紹介させていただきましたが、うちの弟子の雨宮が断益の本を書きまして、はい、1月の21発売だったんですが、はい、発売当日に重版決定っていうすごいことを、まあ、快挙を成し遂げましてですね、はい、あとちなみに同じところからこれもうちの弟子なんですが、はい、これ2代弟子でございまして、四柱推命の本と断益の本と出させていただいております、うん、四柱推命の方は、第4刷りまでかかりましたというぐらい、非常に版を重ねておりますのでですね、弟子の七光大石としてはですね二人にもっともっと売れていただきたいなというふうに思っておりますと、はい、ぜひ皆さんね、お買い求めください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。1冊1000円というね、はい、価格破壊ですので、ね、いや本当そうですね、うん、
であと、はい、すいませんもう一つですね、はい、もう宣伝ばっかり詰め込んでおりますが、うちでですね、うん、あの創成堂でですね、こういう暦ああこれ使っていただいておりますよねはい、はい、あのこういう暦をあ、はい毎年出しておりまして2021年版も、出ております、今好評ですね、絶賛販売中でございますので、番組で紹介している花会の日時とか、うん、花を買いに行けない方のためのお香の炊き方とかいろんな開運法を紹介しておりますのでね、まあ興味がある方、はい、開運したい方、ぜひぜひお求めくださいませ、はい、よろしくお願いいたしますお願いしますという宣伝でした。いや違いましたコマーシャルも挟みつつという、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、ね、ぜひ皆さん最後の本もこちらの小指もぜひよかったらお求めくださいませ。また明日見てください。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。また明日。